分かってるよ。そうは言ったが、この手の話はあれこれ聞きたいのも人情だろう。仕方ないな。話せることは話してやるよ。ありがとうございます。先生、早速なんですが、紛失した指輪は。ほらほら、そこからもう違っている。これだな、噂話の怖さってのは。亡くなったのは林道先生のポーチだ。そう、亡くなったのは林道先生が身の回りの貴重品、つまり部屋の鍵とかアクセサリーとかを入れておいたポーチだ。私は指輪がなくなったって聞いたんですけど。どうしてそういう噂になったか想像はつくが、ポーチの中には指輪も入っていたんだが、その指輪というのが。じらさないでくださいよ。その指輪って何だったんですか？どうやら林道先生の大切な人からの贈り物らしくてな。彼女、指輪と、まあ大げさに言えば泣きわめいてな。大切な人というと恋人ですか？そこまでは知らない。それこそプライバシーの問題だ。しかし私も朝の緊急職員会議に同席していたんだが、彼女の姿がものすごかったことは事実だ。それで指輪というイメージが強調されて伝わったんだろう。林道先生には悪いですけど、想像すると怖いものがありますね。まあ同じ女としてわからんでもないが、教育者としてはどうかと思うがな。そこの付き添い君、私が同性に共感を覚えるのがそんなにおかしいか？おう、言わずもがなってことを知ってるか？言わないでもいいことは言うなってことだ。まあ小説やゲームに登場するような色っぽい女教師なんてのには背中が痒くなる方だし、別にどうでもいいんだがな。でもね、私一つ気になることがあるんだ。例の七角ペンダントのこと。亡くなったのは貴重品を入れるポーチよ。もしペンダントをポーチにしまっていたら、一緒に亡くなったってことよ。ああそうかじゃないでしょ。あれを進むくんに返すまでは私は枕を高くして眠れないんだからね。緊張感ないんだから。でもいいこと思いついた。進むくんの取材も手伝うけど、それと一緒に私この事件も追うわ。手がかりを見つけてやるわ。そしてペンダントも取り戻さなきゃね。
いいかしら、お二人さん。うん、ほら、例の林道先生のポーチ紛失事件って聞いてるでしょ。たけし君、何か情報掴んでない？そっか、たけし君なら何か知ってると思ったんだけど、残念ね。大きなお世話よ。付き合っちゃう。たけし君も女性のプライベートな部分を詮索するもんじゃないわよ。しかし参っちゃったな。ここでも収穫なしか。七角ペンダントがポーチに入っていたかどうか未だにわからないのよ。そんなわけいかないでしょ。私がペンダントを没収されなきゃこんなことにはならなかったんだから。でしょ。毎日遅くなるわけにはいかないし。うん、興味がないわけじゃないんだけど。
利じゃないとできないし、周りの人に迷惑かけるんじゃないかって。いろいろあるものね。中にはわけのわからないものもあったけど。進くん、取材メモはちゃんと取れた？なんだか頼りないわね。じゃあ秘密兵器を出すか。ほら、アキちゃん出番だよ。アキちゃん記憶力すごいのよ。一度聞いたことは一言一句忘れないんだから。そんな私記憶力に自信なんかないよ。まあいいからいいから、さあ始めて。アキちゃん、
け。でもどうせ部長に提出する個人の練習メニューを代筆してくれとかそんなところよ。言ったでしょ、強かないけど真面目なクラブだって。にしてもあいつね、少し優しい顔すると甘いやがって。たけし君も良い親友を持ったもんだ。麗しき男の友情に免じて言ってやるか。あきちゃんはどうする？夕食の準備もあるし、私もそろそろ帰らなくちゃ。本当かな。ねえ、収穫ってどんな情報？教えて。調べたいことがあって、同窓会の会報を読んでいたら、かなり前だけど学園の七不思議について書かれたコラムを見つけたの。神岡くんの記事の参考になるかもしれないと思って付箋をつけておいたから、よかったらメモしてみて。僕のことじゃなくて、僕の記事のことをに訂正しておいてね。